でしょうぜ。みんなも犠牲になるべき頼むぜ。先行後行なんて勝手にいいこと決めていかないぜ。まずは大阪にいらっしゃる&北海道沖縄から来たこのチームクルー、一周八八先に進む。さあみんなクラップしていいんだぜ。みんなと共に戦っていくぜ。この決勝戦 B-Boy Flash。これが新エイジ、まさに成人になれない若い騎士を感じ取るべき決勝。アップロックで攻めてくる、これがアップロックだ。さあこれが喧嘩の合図、アップロック10ステップ。さあおっと変態、さあ B-Boy トマト、これから非人間的なワールド持っていくぞこの男。気持ちが悪い、これが10代、気持ちが悪いぞ。女にモテそうもないけどもパークル、なんだその動きは、そんなのあるのか。これはこれは使えるのか。おっとさあ大阪北海道琉球新潟サイド、担当 DJ P と、そしてこのステージ B-Boy パークの野外ステージ。いや、変態せよ。B-Boy クレニー。Oh yeah。これが10代だぜ、これがヒップホップ。 This is Hip Hop。 成人からじゃできないこの動き、ムーブ Hip Hop。 さあどっちがいいんだ。いや、地域が違えど、このコミュニケーション。さあ、この展開だ。会場の盛り上がる席には、一周八八竹井泉が押してるか。トーマス、エアートーマス、目の前に起きている現状を忘れず。さあ、オーディエンス含めてビートストリートを見てないとは言わせないぜ。まさにバイブルビートストリート、まるでストリートロッカーとビートストリートを再現と思い出すことなく、 B ガール入るこの決勝、 B ガール入ります、リアル B ガール入ります。さあこれがアーサー・ベイカーのブレイカーズリベンジ、ブレイカーの逆襲。 B-Boy アリア、B-Boy です。素晴らしいムーブ、正確無比。 Yo Yes なるほど、確かに決勝までコマを進めるだけはある。B-Boy アメバ、彼も非人間的。ぐにゃぐにゃ系です、下半身。これが彼の乗り方、彼の見せ方。さあどう出る。コード1908、変態の後にジャッジも笑っている。今のムーブに B-Boy してるもん。ちょっと北海道新潟大阪のボンボン、お客さんも